脳疲れへんやん、この人らって。この人らっておかしいけど、そうなの、あの嫌いとか思われないから。そう、今までの人間に必要なものは問題解決スキル、ところがもうこの問題を解決するスキルはある程度 AI に任せていく、問題を発見するスキルが必要になってます。考え方の質が変わりましたよね、この一瞬で。金があるイコール幸せっていう幻想を現代は作っちゃってるんですよ、うん、自分自身が何が好きで何が喜びなのかっていうところを、あの人のせいにせずに探そうとする気持ちみたいなのが、うんうん、お金をいっぱい稼いでいっぱい使うとすごい大きな幸せが来るっていうこと自体がちょっと実は幻想、うんうんうん、そのために働けって言われているようなところがあって、うん、そうそうそう、今日朝起きた時の空がすごく綺麗だったとか、そういうところって実はお金が1円もかからないんだけど、なんかそこをそのお金がないと幸せになれないっていう意識が強くなりすぎて前頭葉が死ぬと、うん、そういうことに気づけなくなる。ちゃんとこの下の方にあるものを出してあげて、あるよね、嫌だったよねっていうことがこうなされて、嫌だったんだよって納得するとそれで消化されちゃう。だから前向きになろうなんて思ったって慣れやしないんですよ。そうか、私はなんか人生が今楽しいと思えてなかったから、明日から人生を楽しむと決めるぞなんて、これもう全然やめた方がいいそう、それよりも今自分が本当は嫌々やってること、本当はすごいテンションが下がってることをなんか流しちゃってることはどれかっていうのをまず見つけてあげる。よく見たら箸の先が欠けてたけど、まあ、2ミリぐらい欠けてるくらい、これ全部私の勝手なんですけど、2ミリぐらい欠けてるだけで食べれないわけじゃないかって、でもなんかいつもその欠けた箸で食べてる自分みたいなのがね、ちょっと嫌だったとか、そういうのに全部気づいて一個ずつ改善していく。だからすねなんですよね、人をダメにするのは。ダメっていうのはその人が悪いんじゃないんだけど、この人を苦しめてるのは拗ねてる気持ち。こんな嫌なことがあったら幸せなのかなって、やるもんかみたいなね。その味覚音痴の幅が広ければ広いほど、誰かにとっての使いやすい人にはなっていくんですよ。都合のいい人にはなっていく。もうそんなんだったらもうそれこそロボットにやらせればいいんですよ、その役割を。うん。あなたが生きてる意味は、あなたの味覚があることだから。